じゃ北村さんにお尋ねしたいんですけれども、まあ、北村さん新聞社にいらっしゃったということもあると思うんですけれども、まあ、今回の、メディアの取り上げ方っていうのは非常に、まあ、ものすごく小さな取り上げ方だったんですよね。で、私は常々思ってるんですけども、日本のメディア、特に大メディアは非常に石原慎太郎に遠慮しているではないか。で、今回も4選は出ないけれども、代わりに総理になるんじゃないか、石原慎太郎をもう一度というようなことを喧伝している新聞もございますよね。なんでこんなに石原慎太郎を持ち上げるのか、まあ、78歳の人が総理大臣になれるのかどうかっていうのは僕はよくわからないんですけれども、で、確か先日ある番組を見てましたら、フリーランスのジャーナリストの斉藤隆夫さんが、例えば、まあ、都庁の記者クラブの中でも石原に対して、石原慎太郎に対して非常に批判的な記事を書いた、まあ、実名はおっしゃってませんでしたけども、例えばある通信社の都庁の記者の方はもう要するに都庁記者クラブが外されてしまったというようなことまで、まあ、石原慎太郎が直接やるのではなくて、前浜内さんという腹心だった副知事の方がいらっしゃいましたけども、まあ、そういう人を動いてやっていたということだったらしいんですけれども、その日本の、まあ、その三大紙であるとか NHK であるとか、まあ、民放のメディアがどうしてこう石原慎太郎について、まあ、石原慎太郎のこの12年間というのは、この同性愛差別だけではなくて、新銀行東京の問題もありますし、オリンピック誘致で、まあ、あれだけいくら何十億使ったのか知りませんけども、結局失敗してるわけですけども、そういう中でどうして石原慎太郎に遠慮しながら、また石原慎太郎を逆に持ち上げる、まあ、石原慎太郎が尖閣の YouTube に流した人を愛国者だという場面を何回もテレビで流してますよね。そこをちょっと私は全然理解できないんですけど、どういう体質になってるんでしょうか。ジャーナリズムっていうのは本来ならばいろんな検証を行ったり、それから批判を行って権力に対して一番干渉しなくちゃいけないところなんだけれど、もう一つ新聞とかテレビ、まあ、テレビも視聴率もそうですけど、新聞っていうのは言ってみれば、この読者にしてこの新聞ありといいますか、商業誌なもんだから、石原が受けている限りは、それを受けている発言を載せて、その受けている発言を解説じゃないけど、受けている発言を取り上げなくちゃいけないわけですよね。そうするとそれで読者が喜ぶわけですよ。で、それに対する批判をすると、それは読者無視になっちゃう。で、その辺の検証システムっていうのが、例えばそれが大きな事件であるとか、例えばそれは例えば今で言うと何ですか、小沢問題であるとか、それから検察の問題であるとかっていう時には、社内でそのいろいろ後になってからその、検証機関、検証班というのを設けて、最後にどうだったのかっていうのを社内的に検証することがあったりするんだけれども、日々のその石原発言に関しての報道の仕方っていうのはほとんどもうスルーなんだよね。そうするとそこで例えばそういうふうにしていいのかどうかっていうことを社内的にもほとんど話されないし、からデスクが指示するわけでもないし、社会部のその、部長がなんだかんだ言うわけでもないんですよね。なんとなくそういうふうになってしまっている。それは何かというと、ジャーナリズムじゃなくて、やっぱりあれなん、記録媒体にしかなってないからなんだと思いますよ。例えば確かにその一ローカルな都市の問題ではあるけれども、ニューヨークであるとか、それからロンドンであるとか、パリであるとかっていうのは、やっぱりそれなりに社会、世界と関係してくる話なんで、普通ならばそこの首長の行動っていうのは、大変なその、ジャーナリズムのスクルーティンの精査の対象になるんだけれども、日本のジャーナリズムはやっぱり記者クラブ制度のせいか、やっぱりそういう批判っていうのはなかなか横並びのそのなあなあ慣れ合いの中ではなかなか生まれてこない。それが一つの一番最も目に見える原因だと思いますね。その記者クラブ制度のそのなあなあの関係っていうのが、
で、ただし飛ばされたかどうかっていうのもそれ検証してないんで分かんないんですけど、あんまりそういうのはないんじゃないかなと思うけどね、飛ばされるとかっていうので、ね、分かりませんけどね。石原都政の総括的な批判的な記事は東京新聞だけは載せてましたね、何日か前に。2面使ね、東京新聞もね、だから都政担当の人と、それから特報部が、みんな そういうのを経験、都政の記者っていうのはどういう人がいるかっていうと、大体その地方支局から上がってきて、一番最初にその大体みんな優秀な記者、その社会部の事件記者になったりするんだけれども、統制記者のその体質っていうのもあるんだと思いますけれども、あんまりそのうぬめ高のめでそのジャーナリストとは何かって考えてるような人が言ってるような場所ではないよね、確かに。はい、次何かありますか。